A4 とかちゃうねん。なんでここに貼ってんねん。でもね、だいぶ気候は良くなってるっすよ、うん、普通にニューライト行きたいね。いやいや、でもご飯多分作って待ってくれてはると思いますけど。しかも多分気合い入れてはると思うんですよ、ジュニア君を誘うってことは。そりゃそうでしょう。はい、いやもう出たやつちょけてくると思う、うん、髪の毛ちょけてるやん。いやいやいや、だいたい聞いてんの俺、だいたい、はい、内容が、はい、それで多分俺がこう怒って突っ込むみたいなが欲しいね、うんうんうん、あいつ、はいはい、だからみんな何も言わなかったらいいじゃん、えーみたいな。突っ込み待ちでそれやったらなかなかきついっすよね。ほんで多分、うん、あのした時なんか言うてって言うから、いやおかしいやろみたいな、毎回もうすごいですねボケ潰しし続けるっていう、うん、ショックやろな。ただ、動画なれへんわみたいなこと言うと思う。ああ、はいはい、そうかな。いや、そこもまだスルーしますか。でそのまま帰ろう。そうなって、でも動画的にはもう最悪になりますね。最悪ですね。もう作んちゃうんすか。もう作んちゃう。早っ。前島やろ。え、ジュニアさん緊急事態された場所から近いんですか。え、そこやろ。そこです。あ、その場に。あそこが今キャンプ場みたいになってんねん。はいはいはい。日本もスルーで行くんですか。今日はだから。はい。もう久富兄さんが何をボケてきてももうスルーですね。あれ久富の車じゃん。そうですね、黒いの。あれ久富ちゃん。スルーできるかな、ちょっと。これスルーできるかな。あ、気持ちいい。ラバラバ。おざす。おざす。ラバラバ。いやいや、顔でかい。どうぞ。誰が顔でかいね。いやいや、ほんまや。誰が顔でかいんや。顔はいいでしょ。でもパンパンやん、なんか。これで車止めんの。ここ行けるみたいなんで。お前の顔と一緒やん。誰が顔でかい、ね、なんか言えよ、お前。ジュニアさんの俺は後輩かもしれんけど、はい、お前の先輩やからな、俺は。すいません、そうですね。もうこっち側来いよ、たまには。たまには。たまにでええんかい。貸し切りですやん、ほんでも。多分俺の予想では、ジュニアさんは、枕変わったら寝られへん。あ、なるほど。だから、いきなり泊まったら、キャンプ場にな。いきなり泊まったら、ちょっと、精神的負担が強い。ちょ久しぶりに会いましたよ。こんな喋る人でしたっけ。真っ黒やな、お前。はい、もう蜂刺されんで、ダメでも。来るでよ。蜂来るでよ。こんな絡みが。あ、寄ってくるんですね、蜂が。何これ、知らんか。いや、これ、もう今から仕事戻らんダメなんで、これ終わってから。はあ、仕事の、そうそうそう、抜けてきました。いやいや、実際抜けてきましたよ。レッドスパイダー来てんねん。いや、分かってます。何ちょっとお前、2、3時間抜けてきますのかね、来てる。顔でかいね。え、まあ、どうぞ。おー、すごい。あんまりね、やっぱ忙しい方なんで、ちょっとな。いや、ちょっと肉はあんの。いや、ちゃんとあの、もうバッチリ。お腹すぎる。ガチやな。いや、本格的すぎ、ちょっと、はい、びっくりしてます。何お前、これ一人で用意してた。はい、もう1時間前入りで。ちょっと、早してくれ。いや、早するとかそういうのやりましょう。めっちゃ腹減って早くとかないんで、そういう時間を忘れましょう。一回携帯預かります。一回ちょっとこうイージーな空気にね、自分を持っていきましょうよ。もういいよ、だから 何したらいいの。まあちょっとこう焚き火とか。すごいなこれ。焚き火は、ね、焚き火出ましたよ。焚き火はお前の動画見るからええよ、はい。いやいや、やっぱやってもらわないと一回。焚き火体験。そこでこうなんかね、食べ物焼いて食べたりとか、あとはみんなでカレーを作ろうと思って。お、え、ちょっと待って、焼肉ちゃうん。いやいや、あの大丈夫です。カレー、そういうの大丈夫ですか。カレー、いや、普通にへこんでるやないですか。カレーで、俺昨日カレー食うて、焼肉かカレーマヨって、しかも久富焼肉やろと思ってカレーにしん、はい、でまたカレー、まあ、それはもう昨日と今日は区切って考えてもらわないと。ほんまにちょっとがっかりした。ジュニアさん、今日行きましょう。え、ほんまにカレーの、カレーもって感じ。バーモントカレーありますもん。こうみんなでこう作るのとかいいじゃないですか。もうキャンプといえばっていうのはみんなで、まあまあ、どうせ一人で作るやん。アイディーな感じで。いや、もう今日はみんな分かる通り、バーモントカレーとかで。レトルト温めたらええやん。お家から作るのはキャンプですから。そこはもう、はい。それ多分、久々にニアンは、ね、言いたいと思います。そうですね。楽しんでもらうっていう。道中で、そういう説明しとけば。ごめんなさい。いや、僕もあんまその詳しいこと聞いてないんで。
あ、ありますよ、ちゃんと。ちょっと待って、椅子は俺の。これはちょっと、あの僕の椅子なんです。そういう意味だから、だから言うてあるんですよ。まあ、このテーブルも僕の。いや、話聞いてる。国谷さんにあんた椅子用意してるから。ああ、よかったよ。びっくりしますよ、それ。ねえ。やっぱりあの、ね、すべて、今日は僕が、あの、接待させてもらうんで。これ、あの、ジムさん椅子。あ、ちょあ、すいません、これ僕なんで。すいません、いやいやいや。ダダ、こういう時に。いやこれ俺ね、いや汚れてるやん。もうすみません。これは阪神のこれ応援団乗るやつですよ。お前ここだけに。これはあかん。これは全然怒られるて。一生瓶入ってる。服浮かへんとかちゃいますってこれは。これ西成やん。クモの巣張ってますけど。いやもう。ジュニアさんこれは。これはまあこれとして。はい、ボブラとかはどうするの。もう妥当だよ。ジュニアさんあとテーブルもいる。これちょっと作ったんですよ。スニーカー好きやからさ。スニーカー好きやから。オリジナル。引く？あえてやん。引けますから。これすら食いづらいやつやん。一回試してもらっていいですか。俺おかしいやん。ほら。これ腰悪なるやつ。普通はここら辺にあると思うやん。テーブルって。今、はい、あのね、キャンプもハイスタイル、ロースタイルなんですよ。そんな知らんから。ロースタイル。いや、俺もこんなんがええねん。そうですね。で、それがやっぱり所有者のやっぱ使えるものなんで。あっ怒った。あ、アディダスの。あ、そこそういうものじゃないです。うわぁ。これはお前椅子にしろや。これ、こうやって。こっちなんすか、しかもこれお前ら。はい、こっちのお前キャンプみたいな。ちょうど座りよ、座りよ。ちょうど、いや、僕らも言うた方がいいよね。なんなんお前だけ。はい、これそうです、そう気分によって俺はこういうあるやん、いいの使い分ける感じ。もっといいやつで。いや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 、一個余るやん。ちょっと座り心地がちゃうねんか。そりゃそうですよ。英法、それはやっぱジュニアさん、こう座A 法とかちゃうねん。なんでここに貼ってんねん。キャンプはな、お前そんなな、なんかええもんとかな、ものじゃないねん。なんやねん、何よ。気持ちなんすよ。自然と調和しようという心。それがキャンプや。晴れだな。今日は晴れだな。晴れましたね。天気ですね。やっぱり、まあ普段のな、みんなの行いがええってこっちゃな。何キャラやねん。でも分かった、椅子分かった、テーブルも分かった、はい、ご飯お腹空きましたって。本当ローソン行くで。今日はノーローソンで。ノーローソン、ファミリーマートあったよ。ノーファミリーマート、ノーセブンイレブン。はよしてや。だからここはもうみんなね、協力してちょっと火でも起こしていきましょう。そっから、はい、お腹空いたって。ほんまに、まあ、何飯食いに来たつもりだ。いや、火起こしといてもらうためにこう、はよ、来はったんちゃうんすか。なんでおんねん、お前。ちょっと待って、火起こすとこから。いや、でもまあ、あの、こういうのじゃないですよ、今日はもう。だからまあ、とりあえずね、薪割りとかしていきましょう。割るとこからこれをやっぱりジュニアさんに。ジュニアさんにはさらやってもらいたいな。斧ある、斧あるんで。斧あるんすね。何やろ。そんなん、すごい動画なんて。なんか接待みたいな感じじゃん。いや、どう思ってました、僕。ジュニアさん一緒やし。ちょっとね、こういうのとか、ね、やっぱり、こう、細かくしていかないといけないっていう。それでもやっといて。あと1時間後集合でよかったんじゃん。いやいやいや、やっといて。その過程が大事だよ。何でも。何でも過程が一番楽しいの。な、舞島緊急事態成功しました。そこまでの過程が美しいのよ。そうです。でも緊急事態と今日関係なくない。いや、舞島ですから。ちょ、この状態が緊急事態。言わさんとてください、こんな先輩の口から。おお、ラバラバ。丁寧に割れま
ってたよりバーンいけますね。これ何の道具？お前が斧で巻き割るまあまあアクティビティです。こんなアクティビティです。巻き割り見たい人おる？ここかも早送りになるとか。ならないです。え、これもマジ全部使うんですか？もうノーカット。いやもうね。あーいった。なんかキャンプファイヤーみたいに並べるんだ。そうですね、ちょっと火 の空気の通りも考えて。おお。まあちょっとじゃあ急ぎで火つけていきますか。そういうとこはなんか成功すんねんな。いや、成功というか、ね、いやほんまにだからそういうの楽しみたいな。これちゃう原始これもう縄文時代でしょこれからやらなあかんそこはなんか楽そうねじゃほんまのキャンプガチの人ってこれやろいやこれはねこれはいない鍋どころあるんですよごとくっていうのがこういう感じでおお すげえお前にレゲエのことを教わらんけどこういうことを教わるなまあまあまあそうですね僕からジュニア君にレゲエのことを教えることは何もないです。そうそう。感じさ、ほら、もっと僕させられるんですよ。もっとこう率先してさ、動けるデブで言おうや。気当てかけた膝止めたんで。もっと一度と触る。つかだからこれ火つけてる間にさ、お前もっと段取り材料はもう材料。いやもうそれもまあもうほぼほぼできてるようなもん切ってきた今日は切ってあるやつ切ってあるやつまあまあそれはほんまそこ楽しいそれ暑いのにこんなんまたもう火とか暑いだよ何してんだよ何なんそれ何なんですかそれ出した怖いやすげえすげえ皮膚規模したこれちょうどザリガニ釣りでやるやん借りようやあ、ちょっと釣れそう釣れるカルシア丈夫そうこれで、なんぼすんのこれはやつ、500円ぐらいですこれはどうぞザリガニ釣りザリガニ釣りがまだやってるんですかザリガニ釣りまだ俺らザリガニ釣り来たことないさを変えてみるとね勝った香り香り持ってきたらよかったあ、本当ですねたまにはここにね焼くやくて食べろ焼くわな茹でましょいやいや、まあ、調理の問題じゃないもう身いっぱいついてる結構でかなりましただからちゃいますだからそれがアメリカンザリガニに食わすとこ見ると残酷やないやもういいやそれもやりたいだけでしょこの棒つけたいだけで足らないさいやもう火めっちゃついてますよ出るやん。いやもうボーボーボーですよこれ。いやこの状態はまだそんないい日ではないです。あ、そうあるんですね。いい日にいいとかあるん。落ち着いてくるってだんだん。よしあしはあるんです。よしあしは。いやこれ火で言うたら若手みたいな感じ。若手です。若手。火のベテランにしながら。火のベテランにしながらですね。焼肉屋でもこう、はい、炭はさ、ゴーゴーと火上がってるよりもこう赤くして。ああまあまあ確かに。あの状態がいいやん。はい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 。そこに持っていきたい。それをだから一生懸命。よっしゃおぉ、かわいいちょっともう、若干早いですけど、まあ、お腹すいたみたいな着いたいよいよ、食材が出てくるんですね